チロシン血症は、アミノ酸のチロシンを効率的に分解することができない代謝以上であり、通常先天性である。未治療のチロシン血症の症状には、肝臓と腎臓の機能の障害が含まれる。治療が行われない場合、チロシン血症は肝不全につながる。今日では、チロシン血症は、症状が出現する前に、新生児スクリーニングによって検出される場合が多くなっている。 低タンパク食、特殊なアミノ酸素性のタンパク質の補給、そして時には投薬などによる早期かつ障害にわたる管理によって、チロシン血症の人々は通常の健康な生活を送ることができる。チロシン血症は常染色体劣性遺伝する。すべてのチロシン血症はフェニルアラニンとチロシンのイ化経路に関与する様々な遺伝子の機能異常によるものであり、 常染色体劣勢の遺伝形式を示す。高知路新血症1型は、フマリルアセトアセターゼを高度するファイ電子の変異を原因とするものである。ファの欠乏の結果、基質である、フマリルアセト酸酸が、近遺尿細管と肝細胞に蓄積し、それぞれ腎臓と肝臓の損傷を引き起こす。高知路新血症2型は、チロシンアミノトランスフェラーゼを高度する。 タット遺伝子の変異を原因とするものである。タットの欠乏の結果、基質であるチロシンが蓄積し、目と皮膚に異常が生じる。高チロシン血症3型は、4、ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼをコードする、HPD 遺伝子の変異を原因とするものである。3型は3つのタイプのうちで最も稀であり、これまで数症例しか報告されていない。症例の大部分では、 知的障害と神経機能の異常が見られる。高ロシン血症1型は血液検査において踏まれるアセト酸産の代謝物であるサクシニルアセトンの存在によって検出される。サクシニルアセトンは疾患の特徴的な指標であると考えられている。高ロシン血症2型は血晶中のチロシン地の大幅な上昇によって検出される。診断は 培養性イメ細胞のタット遺伝子の変異によっても確認される。高チロシン血症3型は培養性イメ細胞の HPD 遺伝子の変異によって診断される。チロシンの代謝以上の病態整理。血中チロシン値の上昇が引き起こされる。不ー・フェニルケトン尿症、HT、高チロシン血症、アク・アルカプトン尿症。治療はタイプによって異なる。 ほとんどのケースで低タンパク食と特別なアミノ酸素性によるタンパク質の補給が必要である。ニチシノンは有効性が示されている。高ロシン血症1型の治療には、チロシンフェニルアラニン制限食とともに4、ヒドルキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ素外剤が処方される。ニチシノンに応答しない高ロシン血症1型患者や、 急性肝不全や肝細胞癌を抱える患者では肝移植が適応となる。ありがとうございます。